稲葉列車。スーパー稲葉は西日本旅客鉄道、JR 西日本及び地図急行が岡山駅鳥取駅間を山陽本線、地図急行地図線、インビ線経由で運行する特急列車である。なお本港では岡山県と鳥取県中部を結んでいた優等列車の遠隔についても記述する。岡山県と鳥取県東部の区間は以前から急行。 砂丘が津山線、インビ線経由で運転されていたが、1997年11月29日に稲葉が運転を開始しその役割を担うようになった。2003年10月1日にキハ187系が投入されたことにより、列車名がスーパー稲葉に変更された。岡山駅鳥取駅間については、走行距離が津山線経由の 砂丘は百三十二点一キロメートルであるのに対し、地図急行経由の稲葉は百四十一点八キロメートルと約十キロメートル長くなっているが、最高速度は稲葉の方が速く、かつ、線形の良い山陽本線、地図急行地図線を経由するので、所要時間は約三十分短縮された。鳥取県東部の旧国名である稲葉国が由来となっていることと、 大阪方面から地図急行地図線を経由して運転している特急スーパーハクトの由来である日本神話の稲葉の白兎、稲葉の白サギと関連づけている。2015年6月20日現在の運行外境は次の通り全列車が岡山駅鳥取駅間で6往復が運転されている。この区間の所要時間は約1時間50分である。 1998年3月14日から2001年3月3日までは一往復が鳥取駅倉吉駅間で臨時列車として延長運を行っていた。運転開始当初から車内販売はなく飲料の自動販売機も設置されていない。寝台特急出雲廃止により1号12号は岡山駅でサンライズ瀬とサンライズ出雲と接続を行い、 鳥取県東部と首都圏の利便性を図る役割もある。列車番号は区間により異なり、岡山駅上郡駅間は、下りは、号数プラス2071の偶数、上りは、号数プラス2069の奇数。上郡駅鳥取駅間は、下りは、号数プラス70の奇数、上りは、号数プラス70の偶数となり、山陽本線内は、 列車番号の上下が逆転する。岡山駅上郡駅左右駅大原駅、地図駅工芸駅鳥取駅、JR 西日本の五島総合車両所に所属するキハ187系のうち ATSP が搭載されている500番台が重当されている。これは地図急行線が ATSP を整備しているためである。キハ系には他に スーパー松風、スーパー沖で運用されている0番台、10番台があるが ATSP が搭載されていないため、スーパー稲葉には運用されない。ただし、中間車としての使用は可能で、多脚機に実際に増血車として中間に組み込むことがあった。通常は2両編成で、クリーン車は連結されていない。多脚機は1両単位で増血されているが、 専用車両は8両しかないため、2両編成3本と予備1本で運用され、最大4両編成での運用となる。ただ、過去に6両編成で運用されたことがあり、その時は0番台、10番台を中間に組み込んでいた。上郷駅から地図急行線内は、運転士業務は地図急行所属の乗務員が担当するが、車掌業務は JR 西日本が受け持つ。 過去に臨時列車としてビクトリー・イナバが鳥取大学二次試験の日に岡山駅鳥取大学前駅間で運転されていた。試験に勝つようにという意味を込めた愛称で受験生向けとして全車指定席とし、試験前日の昼間に鳥取大学前駅が運行され、当日の試験終了後の夕方に岡山駅が運行されていたが、その後の定期列車の増発により、 臨時列車の運行が困難になったことから、現在は運転されていない。1962年に、音量連絡列車の一つとして、宇野駅鳥取駅間の準急列車として、運転を開始した。運転開始当時は、瀬戸内海に面する岡山県と日本海側の山陰地方を結ぶ列車は、白尾線経由の大線と新人の鳥取県西部。 島根県に至る列車が運転されている座中、鳥取県東部に至る列車は、昼前の上り列車が一本運転されているのみで、あった。宇野駅、岡山駅間は、新時と並結されて、四国連絡の使命をも果たし、岡山市と鳥取市を結ぶ、都市間輸送を担っていた。1966年に急行列車化され、1967年には、鳥取駅、上井駅、 現在の倉吉駅が毎日運転の臨時列車として延長運転されるようになった。1972年に山陽新幹線新大阪駅岡山駅間が開業すると音量連絡列車として3往復に増発され、岡山駅鳥取駅、上り駅間で運転されるようになる。国鉄分割民営化後もミサの建て替えにより最大の往復にまで増発され、 全国的な休行列車体調の中で、岡山駅鳥取駅間が2時間半程度の所要時間だったこともあり、山陽新幹線のスピードアップで新たに、新神戸伊等の駅からの乗り継ぎ需要がわずかながら、生まれるほど一定の乗客数を保った、ケウの列車であった。しかし、1994年に高規格の地図急行地図線が開業し高速運転を、 開始すると、新神戸伊東からの乗り継ぎ需要はなくなり、津山線、陰美線地図以南の線形が悪く速度面でこれ、以上の向上ができなかったこともあり、1997年に、岡山駅鳥取駅間、地図線経由で、特急、稲葉、現在の、スーパー稲葉が運転を開始したのに合わせて廃止された。停車駅、岡山駅、神奈川駅、福渡駅、湯気駅から、 吉光駅津山駅、東津山駅三まさか駅地図駅、持ち瀬駅工芸駅鳥取駅。使用車両、急行系機動車である、キハ58系、キハ65系及び半出グリーン車であるキロハ28型を使用し、このうちキロハ28系、100番台は、砂丘にのみに連結されていた珍しい車両であった。また、タブレットを通過中に受け取るためのタブレットキャッチャーを、 装備していた。1992年には、車両のリニューアルのため、JR 四国からキハ185系機動車の購入を計画するが、実現しなかった。そのため、キハ58系機動車のキハ58系4両、キロハ28系4両と、キハ65系機動車4両の12両が、専用車両として、例京新幹線からの流用である、 リクライニングシートに交換するなどのリニューアル改造を施行された。津山線発の優等列車として、1960年に岡山駅中国勝山駅、上井駅、現在の倉吉駅間の準急列車として運転を開始したが、上井駅は岡山発の上り列車のみ運転され、津山駅で美笹、美まさかと増解決が行われていた。 1966年には、上行きのみ、急行列車化されたが、1968年には、上下ともに急行列車化され、上行きも同年に、放棄に統合され、岡山駅、月台機関と、中国勝山駅岡山駅間のそれぞれ一本の合計1往復が運転されるのみになり、1973年に、快速列車に変更されて廃止された。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。